キリン。なんか不思議な気がする。俺もだ。初めて会った気がしないぜ。うん。キリキリ。キリキリ。うん。素晴らしい開幕戦だ。やめておいた方がいい。人違いだ。悪かった。悪かったな。せこいが素晴らしい。そうそう。うん。ヨハン。ここは、そうか。俺は佐藤先生と。あれ、ショーは一緒じゃないのか。10代。やっぱり、楽しいからやってんのかな。あり、そんなこと急に聞かれても、困るよな。大丈夫か、ヨハン。あ、大丈夫だ。ヨハン。やっぱりお前は強いやつだな、ヨハン。俺は俺の信じるもののために戦う。それをデュエルモンスターズで成し遂げるまで。すまない。気にするな。激しいデュエルでお前が一番疲れているんだ。よし、わかった。早くこっちに運んで。やったぜ、グランネオス。10代。 お前な。え、待て。大将が出てこないのにお前が出ることはない。ヨハン、お前なら必ずやると信じてたぜ。ヨハン、すまない。なぜ謝ったりする。俺はお前に助けられたんだ。しかし、その原因を作ったのは俺だ。あとは頼みます。ヨハン、本当にヨハンなのか。当たり前だろ。宝玉銃のカードは俺以外に使えない。それじゃ俺は。クソ、すまない。ヨハン、お前を敵と思い込むなんて。気にするな。オブライエンから話は聞いた。奴がお前に力を貸せと言ってきたのさ。そうか、お前と宝玉銃の絆なら。奴らに付け入る余地なんて与えるもんか。ああ、俺たちならきっとやれる。大丈夫か、ヨハン。俺たちは藤原を、ダークネスを倒したんじゃないのか。そのはずだ。だが何も。そして俺と10代の友情が。藤原、お前をダークネスの世界から引きずり出してやるぜ。